山崎亜美のうるおりコメンドおはようございますあるいはこんにちはもしくはこんばんは山崎亜美です今週も今日がうるおうコンテンツをおすすめしていきます助手はメガネです <laughs> もうフルネーム呼んでくれない <laughs> ニックネームでもフルネーム呼ばなくなりましたけども <laughs>、はい、えジャガメガネでございますけれども、うん、えー、今週もですね 大倉さんは収録に来れなかったため、今週もいません。来週もいません。はい。すみません。6本撮りですから。そう。A, B, A, B の6本撮りでお送りしております。はい。で、アミさん、早速いっちゃいますかはい。今日もですね、アミさんのですね、アーティスト推しがございますので、教えてください。私の箱推しのアイドル、イコールラブでございます。はい はいもうイコラブちゃんはその私がインター,フェームでやっている「ミュージックロックという番組でも何度も来てくださっているんですけれどももう来てくださるたびに好きになってしまうようなグループでえーそもそも代々木アニメーション学院による声優教育を施した新しい声優アイドルをプロデュースする経緯から2017年に発足して指原莉乃さんがプロデュースされているアイドルです。はい、はい で、メンバーの在籍人数は10名、そして姉妹グループとしてニアリーイコールジョイ、そしてノットイコールミーがあります。うん、はい、もうこのニアジョイとノイミーとイコラブも全然良さが違うんですけど、うんはい、イコラブの良さはまず歌唱力の高さです。はい 1>、はい、で1番。わかりやすいのはザファーストテイクでの野口。伊織さんと佐々木舞香さんと諸橋さなさんの。 プロパフォーマンスなんですけど。見ました。見ました。見ましたか。すごくないですか。あの、なんかさ、始まりからいいですね。始まりから。そう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 。でも、あの一発撮りの状況でも、吐息の使い方から、その語尾の余韻。まで、完全に繊細に計算されているんですよ。そうなんですか。そう。だから、そのレコーディングで何回か撮って、出たものではなく、一発撮りで、通しで撮っても。 その感じがその細かい繊細な計算されている表現が出せるんだっていうので衝撃を受けましたね、私は。そういうううところまでで見てるのかそそなんすやってレコーディングで切り取って表現するなら簡単ではないですけど割とできるじゃないですかだけどずっとつなげてそれができるっていうのが本当に考え尽くされてるなっていうそうういことなのか素晴らしかったですね。 でも,うもちろん歌唱力の高いアイドルさんとか最近たくさんいらっしゃるんですけど、うん、ここまで喜怒哀楽の愛の部分を出せるアイドルさんってもう中森明菜さん以来なんじゃないかなと思って、うんうん、以来ですかそのワードには私も弱いですよ、ね。<笑><笑> めちゃめちゃ秋名,秋名好きだったんですよ <laughs> 秋名好きなんですか、ね、だって今でもあの同僚と秋名の話で盛り上がることあす、ね、あそうなんだやっぱり名曲だよねとか言って <laughs> <laughs> すいませんやばいガチ勢いた <laughs>、はい、<laughs> そうこの喜怒哀楽の愛わかりますえ、愛について私に語れって言ってるわけじゃないですう、ね、んわけじゃない<笑><笑>よかったですこの悲しみの部分もちゃんと出せるっていうのが素晴らしいんです、はい、あ、悲しみ はい、はい、ぜひ歌唱力の高さ、ザファーストテイクのパフォーマンスあ,あれなんだっけ、曲名なんだっけあのえっとあの子コンプレックスでございます。そう,そうだそうだ。切ない歌なんですよね。そうですね。そうなんですよ。これぜひねアイドルの歌とは思えないくらいリアリティがあって切なくてもう本当ちょっと絶望してしまうような歌詞なんですよね。うんうん、これ阿部さんこれ か作詞って必ずサッシさんがやってらっしゃる。必ず多分サッシさんです。すごですよね。サッシさんの YouTube とか見てると、あの子孫の長谷川さんと旅行に行って、でその自然の中で歌詞書いてたりするんですよ。マジで？もう作詞家やんみたいな。本当そうですよね。すごいですよね。すごいすごい。そうなんです。で秋元康さんも大絶賛されてたりとか、この歌詞の表現力で。 はいあともう個人的にもう大好きなのが、うんはい、メンバーがめちゃくちゃ仲いいんですよあ、こちらもそうなんですねそうなんです <laughs> こちらもこちらもっていうかたぶんそういうグループあの例えば K-POP でもいらっしゃるじゃないですか、はい、いらっしゃるんです私芸人さんでもそのコンビの仲がいいとかが大好きで、うん、あ、そうなんですか伝わるんですよね伝わっちゃいますよね全然違う本当に パフォーマンスとかコントとか漫才でも全然違う不安にならなくていい感じがいいんですかな何がいいんですかなんだろう <laughs> な,なんかお互いリスペクトし合ってる感じが心地いいというかそれがパフォーマンスに出てるんですよコラボはあコラボはねはい、はい、あのー、以前あのインターフェイムの朝の番組で、はい、その出演してくださった時に、うんあのー、佐々木舞香さんが「今メンバーがうちで寝てます」 っていう会があって、そんなことあるっていう、毎日一緒にいるんですよ。どういうこと?。一緒に住んでらっしゃる。って一緒に住んでないんですよ。ないんですね。たぶん。だけど、うちに泊まりに来て、寝てますみたいな。だから、ちょっと小声で喋んないとみたいな。オンライン出演。そう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 、リモートの。そこで寝てるから。そう。あ、なるほど。えってなって。毎日一緒にいるのに。 そこまで仲良くできるのすごいなって幼なじみとかじゃないとなかなかねそんなに一緒にいれないですよねそうですよねでツイッター改め X でももうずっとお互いを褒め合ったりとかしてて可愛いよみたいなそういうリプを送り合ってるんですよそういうことって可能なんですねはいそれを見て私は日々の癒しを得てます 本当ですか本当に世界一平和な世界です可愛いよって言ってるの可愛いい子が可愛いよって言ってるのを見てああ可愛いなみたいなややこしいなややこしいんですけどそういうことなのかそうなんですよだからそうやってお互いをお互いをリスペクトして褒め合って高め合ってどん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 イコラブは頂点に足していくんですね今後今後はい そんなに仲がいいって大丈夫なんですかねすごいですよね心配ですけどね逆に逆に本当にって思っちゃうなんかいや本当ですよコラボは本当ですやめてください疑うのとかすみません私もちょっと思うんですよあ思うんですかなんて言うんだろうファンにファンのさん皆さんを喜ばせるためにやってんのかなとかうん好感度上げるためにやってんのかなとかちょっと私も疑いの目はあるんですけどでしょでも この普段の絡みとかお話聞いてたりとかするとやっぱり本当なんだなってそうですかじゃあもうそこまで言うなら本物です本物ですあれは絶対に本物すごいなはいでおひせお日おい何て言おうとしたのか推測できないああと見てほしいのがえっとあ大場花さん大場花さんがあの エッセイで4コマ漫画を書かれていて、はいはい、花込み、隣にアイドルっていうものなんですけど、はい、こちらのエッセイで、うん、あのメンバーとの普段のやりとりとかを4コマ漫画で書いてくれてるんです。うん、はい。これもめちゃくちゃ癒しなので。これもまたあれですかどんだけなんかいいんだいって感じのはい、そうなります。<笑><笑>ますしかも、この大場さんの絵が、<laughs> はい、その、見ただけで誰かわかるんですよ。10人もメンバーいるのに。すごい似てるってことそう、似てる。 お上手。そう、お上手なんです。<ー>これが本当にすごい。かわいいんですよね。はい、めちゃくちゃ癒しちいかわとこれが癒エしです。<laughs> <laughs> これ読んでます、日々。ちいかわと同じレベル。か、は、わい可愛いんですよ。だからこういうキャラクターなんじゃないかって思っちゃうぐらい、な,なんて言うんだろう、邪念がなさそうというか。うん、どういう絵,どういう絵これくらいくら ああ、なるほど。いいですね、なんか。だから、現実にいるとは思えないんですよね。アニメの世界観のアイドルみたいな。ああ。ほに仲良くて、パフォーマンス力も高くてっていう。あれ、この皆さん、あれでしょ、そもそもオーディションで初めて、オーディションというか、そこからしか会ってないわけですね。はい。そして、この中の皆さん、10人もいて。はい。ええ。 「それであのお姫様にしてよ」って曲の歌詞にもあるんですけどライバその一人一人がその立てる精神があるっていうのがすごく好きで,、うん、でその一人一人が全然個性が違うんです、うん、でその個性の違う10人がギュッて集まってそれでさらに表現が高まっていて、うんうん、で例えばあの圧倒的表現力と言われている「 野口洋りさんという方がいらっしゃるんですけど個人 PV がございまして「背景あなた様」っていう PV があるんですけど拝見しましたすごくないですかはい私は先に私に何も言わせないですし椎名林檎さんのような確かに色気を醸し出してるんですかっこよくもあり色気もあるっていうちょっとあれですかレトロなファッションだったですかそうですそうです ちょ台湾にいそうな感じのファッションで妖艶な感じもありつつうん、うん、あの年齢で椎名林檎さんのあの色気と妖艶さとかっこよさを出せるんだっていうあの年齢って野口さんおいくつぐらいなんですかえっとねまだ2020 <laughs> 20前半だと思うよ2000年4月生まれ 23歳23歳、うん、であのピーベイが出たのが21ぐらいかなあそうなんですかそうです2年前ぐらいなので<や>そうなんですよであの感じはい、はい、素晴らしいんですでその個性豊かな一人一人の個性と表現の幅でずっと楽しませてくれる、うん、表現が無限大な、うん、表現が無限大なはい グループでございます。今の見出し狙ってきましたか？はい、<笑><笑>ありがとうございます。はいで、あと指原さんの各歌詞の共感性の高さがすごくあって、うん、あのイクラブは女子ファンが多いと言われてるんですよ。そうなんです。<ー>で、そんな女子のリアルな気持ちが綴られていてだけど、ザアイドルの可愛らしい。歌詞もあったり。とか、うん、そこの共感性も、うん、はい。 あの人気の秘訣だと思いますさっきの,あの野口代理さんのソロ曲は結構なんていうんですかお怨念じゃないけど、うん、なかなかこうねドロドロした感じですよねドロ、ね、ついた女の執念みたいなのを歌ってて面白いんですけど、はい、うそうかと思えばこう爽やかな普通のアイドルそうアイドルらしいやつもあるとこですねはいアイドルらしい曲あまさに夏マトペですね今新曲の新曲はい、はい ザ・アイドルって曲なんで本当ですねそうなんですこれはあの MV がフィリピンかだったかセブ島でしたっけ確か、うん、もうあれですねなんか青空の青空青い海ザ・アイドルってね <laughs> ザ・アイドル <laughs> ザ・アイドルもできるのにあの感じもシーナリンゴさんのような表現もできるっていうはいはい、はい、そうですねいやでも個人的にもう野口よ里さんは、うん なんてやばいんだろう本当に好きになっちゃうんですよね何 <laughs> も言ってないのと同じなんですけど <laughs> 言葉をください私言<葉> <laughs> なんてやばいか分かんないんです本当にだってあんなゴリゴリのパフォーマンスしてるのに実際にお話しするとめちゃくちゃ謙虚なんですよあそうなんですかそうよいやいやいやみたいなあそんな感じそうなんです <laughs> なのに逆線も高いですよね <laughs> そう面白いの でなんかお声も超可愛くてそうなんでですずっと楽しそうにしてくれるからこっちまで声を聞いているだけで楽しくなっちゃうようなそう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 。ありますよね。マネージャーさんに。でその話してるであに部屋も片付けられないみたいなことも言ったりとかちょっとズボラでおっちょこちょいな感じなんですお話するとだけどそのライブになると。 色気が出てきてど。どんな感じなんですかライブだと。ええー、なんて言えばいいんだろう。<laughs> えー、もう難しい。これ言葉にできないな。なんなんか、ベールに包まれているような。<は>なんかな。ミステリアスなんですかミステリアスです。<は>うんで、もう、なんて言うんだろう。この人を詳しく知りたいって本能的に思っちゃうような感じなんですよね。うん,うん なんかだから全部見せてないと思うんですきっと<う>私たちにはう,うん野口さんの全ては、うん、だからこそ追いかけたくなっちゃうみたいなでさあねそういうもんですねそうなんですされるん狩りの本能がかきたてられる, <laughs> られるうん であの、うん、そうだ来てくれた時とかアイロンが壊れててみたいな、うん、とかアイロンがそれ聞いたことある <laughs> そうそうそうめちゃくちゃズボラなんですよ、うん、でなんか今年の目標はヘタ部屋を片付けることとか行 <laughs> <だ>ったりとかそうなんですいや彼女の魅力は他にいないですね本当に野口さんってあんていうかこうセンター的な センターですよね。そうですよね。いやでもセンターとして活躍もできるし、その他のメンバーを引き立てるのも上手なんですよ。あ、そうなんだ。はい。どっちも何でもできます。何でもできちゃうとか。うわ、なんかこの言葉にできない感じも難しいな。野口さんの魅力を言葉にするのって難しいんですよ。待ちましょうか。え、大丈夫です。はい。はい。ということでございます。ありがとうございます。イコールラブがですね、イコラブがですね、今の新曲夏マトドが。はい。 オノマトペにかけた夏マトペが出ておりますので、はいえー、こちらもぜひチェックしてくださいチェックしてみてください、はい、ということで亜美さんありがとうございます、はい、好きすぎると話せないな <laughs> 言い訳がなかなかハイレベルな <laughs> <laughs> なんか冷静に見れない。まそれはありますよね。きゃーみたいになっちゃうから。そんな考えてないんですよ私。見てないの。そのぐらいの興奮があるってことなんか分析できてれば冷静に見れてたら分析できるんですけど。確かに。そう。好きすぎると無理無理ですね。そうなんです。それはわかります。好きが勝っちゃうんですよ。ウルリコ。じゃあ戦いのコールをお願いいたします。山崎亜美のザファストテイクオリジナル早口言葉。はい亜美さん。 えー、戦いは第三十五戦を迎えましてす。はい。十十五勝十八敗一分けに確かなっていたはずなのでございます。そうです。はい。ということでですね。九時引いてください。九時引きます。<laughs> すみません。というわけで今引いていただいたのでちょっと私にも見せてくださいませ。あこれもまた先輩が送りつけてきたやつでございます。これ初めて引いた名前。名前え阿、ー、部さんがまたいつものように準備を始めております。 声出さな一発目だから声出さないでって言ってんの聞かない人だねこれ,人 <laughs> <laughs> これ難しいわやっぱりそうでしょこれあの明らかに亜美さんの苦手スポットをついてきてるとしか,しかも私が絶対に普段口に出さない単語ばっかりあ本当ですか、うん、はいやっていますいきますかじゃあ「THEFIRSTTAKE、えーえー」第39 五千阿美さんお願いします。はい。手術があると手術室室長出張費支費支出おめでとう。あれ？あれどっち？え？おめでとうございます。<れ>言えてた？全然わからなかった。今大森さんがマネージャーの大森さんが全然わからなかった。サシスセソが言えなかったまず。手術室ぐらいは分かった。<ー>今ちょっと最後の方でミスりましたか？なんか出費支が言えなかった。あ。残念でした。 手術室室長出張費私費支出中。あっ出が言えない。支出死費支出が言えなかったですね。出。なるほど。費改めても言えないということで、15勝19敗になりましたですね。ということで、残念でした。ここで このままですね、価値がどんどん積み上がってしまうのかと思ってですね、私はずっと不安だったんですけれどもまあまあこれくらいの方が面白いですから <laughs> そうですね、はいうん、というわけであこれはアミさ三回だから<お>アドリブもアミさんということにどうですかあ、うん、あ,あ、いけそうですかはいはい、じゃあ A 面のエンディングお願いします はい皆さん今回もうるおっていただけましたでしょうかじゃあジャガメガネ <laughs> あれを超しばよくお願いします <laughs> はい、えー。うるりこは、えー、YouTube ポッドキャストでも新作が同時公開されておりますとともに Instagram、TikTok、QTwitter の X とスレッツもやっておりますはいチャンネル登録やフォローしていただけたら 来世で中森明菜さんの子孫になれます。<laughs> 子孫って言いましたね。子孫になれます。確認しちゃいました。はい、ぜひぜひ登録お願いします。では、次回も聞いてください。お相手、山崎亜美と。ジャガメガネでした。今日はもう、うるうるっとした一日をお過ごしください。バイバイ。子孫って初めて言ったかも。どういうことですか。人生で初めて。いや、子孫順って言ったことありますよ。ああ、そっか。そう。くーああ、そっか。そうはやめて。<laughs> <laughs>